そ、あのアンサンブルエオミンの、ね、コンサートに来ていただきまして本当にありがとうございます。私たちあのもう皆さん何遍かね、私たちの歌を聴いてくださった方がいるかと思いますけども、こちらのコンサートは実はあの8回目ということで、もうそんなにね やらせていただいてるんだなと思って、はい、それとあのあれですけど、結成してもうすぐ6年になります。12月で6年経ちます。で、まあ、あの最初のうちはね、月1回ぐらいどっかで歌えたらいいかななんて思ってたのが、まあいろいろね、あのありがたいことにいろいろあのお声をかけていただいて、今日がなんと160回目だ、ね、もう本当にね、あのいつもならおじいちゃんおばあちゃんのね、あの施設とかそういうところが多いのは多いんですけども、今日みたいにあのアガールさんというとね、ちょっと元気な美しい方ばかりのところで歌いますからね、ちょっと本当にいつもとはちょっと緊張感が違うんですけれども、今日もしばらくね、あの私たちの歌を楽しんでいただけたらなと思っております。よろしくお願いします。ではあの160回目ですしね、今日はちょっと後半なんか趣向を凝らしておりますので、お楽しみにではね、早速歌っていきたいなと思います。前に こちらでもねやったことあるんですけれども、 NHK の朝ドラの主題歌のねメドレーとかもこちらでご披露したことあるんですけれども、ついこの間までやってました、優しいあの子じゃなかった、夏空夏空のドラマ、私は見てないので別に夏空のドラマのテーマ曲であります、優しいあの子、ね、皆さんよくご存知かと思います。これをね聴いてください。
2020オリンピックの、ね、応援歌でもあります。皆さんもよく耳にすると思います。あのパプリカ、これを歌いたいと思います。ショマトメックをつけます。はい、ではお願いします。ずっとあなたに今日は笑いたい。
まるとびっくりしちゃってありがとうございます。そうかなり無理をしてるさあ、もうね、11月も今日は22日ね、もう本当にもうちょっとで師走ですよね、はい、もう何ですか、10月の最後のほらハロウィンが終わるともう街中ね、もうクリスマスの方に向かってすごいことになります。はい、で私たちも負けじとクリスマスの歌をね、歌いたいと思います。いろいろ道具をね、揃える1年ぶりにかぶるから帰らなくなるんです。では、クリスマスメドレーです。ジングルベル、赤鼻のトナカイ、それから泡展望のサンタクロース、これをね、お聴きください。
今またもう一つ聞こうと思います。もっと大きい声で喋らんと聞こえるぞ。誰か誰かもね、ちょっとまた皆さん考えながら見てください。あんまり本物と似てないかもしれない。はい。はい。では、早速2番始めますね。いつもやっておりますが、こちらのマスターの素晴らしいサックスとね、私の歌で一曲お送りしたいと思います。皆さんお待ちかねだと思いますね。はい、今日の曲目は愛の讃歌。まあ、ちょっと昼間にしてはね、ちょっとあれですけど。でもとてもサックスも素晴らしいのでぜひ聴いてください。Oh,
なんですが、同じ春江の方でね、東公民館の方で、やってらっしゃいます一位のギターの方から松田さんご夫妻がね、あのデュオでやってくださいます。2曲もう先ほどママさんがね、いい夫婦の日と、そういうことでぴったりだなと思ってね、あのご兄弟ではなくご夫婦ですから、はい、ぜひあの素敵な歌をね、また楽しんでいただけたらなと思います。もう本当言うともう一方ね、男の方いらっしゃるんですけど、この、ピアニストも入れて7人ですか。で、あの実は、あさって日曜日に、こちらの堺市の丸岡町出身でしたかね、今川節っていうね、あの作曲家の方がもう昔いらっしゃって、その方の、コンクールというのが一つありまして、あのご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、そこに出ることになりまして、私たちもなかなかあの普通の合唱団のほら15人20人っていう合唱団と違って、本当に歌い手がもう6人ぐらいしかいないんですから、どんな風になるかちょっと心配なんですけども、もう2日もですし、あのぜひこの場を借りて、あの一度あの歌わせていただきたいなと思います。はい、で、1曲目が課題曲でありますペチカで、あのペチカはそのコンクールなんかで言いますと、そのちょっとアレンジをね、各団によってアレンジをしてくださいということで、あの、まあ、この彼女がねあのアレンジしまして、でそれをみんなであの覚えたり練習したりしました。で、自由曲の方は、まあ、中学生高校生が歌うような歌ですけども、怪獣のバラードというのを歌います。はい、それと今日はもう一個だけあの最後に3曲、ね、お送りしたいなと思っております。ではあの本番がつまんでちょっとドキドキ本当にしますが、聞いてください。まずはペチカです。Come on.
ごく頑張りたいと思っております。せっかくなのでね、増田さんも入れて、このなんかメンバーでもう一曲だけ、日々という名前幸せ
ではまた英語の方に、ね、戻りたいかなと思います。皆さんお疲れじゃないですか。もう8回目になりますのでね、ここのコンサートに私たちもやっぱり年を取りますよね。今日は特にもいろいろ年を取らせたり、ね、コンクールも出る前だし、だいぶ疲れるので、ね、はい、では、次お送りするのは加藤時子さんがね、作曲されてくされた、皆さんきっとね、曲を聴くか、ひどかったなっておっしゃるかもしれませんが、時には昔の話をというね、これ、紅の豚っていうね、ジブリでしたか、映画をね、作曲の歌でしたね、ね、あったらしいんですよね。はい、でも加藤時子さんというと、ほら、昔からね、まあ、頭もよく見たけど、旦那さんもなんかいろいろが、運動とかね、なんかそういう私たちの人生とそんなイメージがあったので、この詩を読んだ時にね、きっとそういう、うん、加藤時子さんやお旦那さんのその若かりし頃のことをね、こう思い出しながら作られたのかな、ちょっと紅の豚だったですよみたいなこと言われて、あ、そうなんだとかってことでしたけども、とても素敵な綺麗な曲なので、ぜひ皆さん聴いていただきたいなと思います。では、時には昔の話を。時には昔の話をしようか、通い慣れた馴染みのあの店、マロニエの並木が窓辺に
終わったみのるさんという方が何か歌ったとかっていうね、そこで首をひっぱーっとうなずくと、あそこらへんの、ね、よくご存知の方かなと、千秋奈美さんというと、あーってなってね、1992年に千秋奈美さんがなんかリリースされたとかね、いろんな人がカバーしてるみたいです、はい、これも素敵な曲なのでね、星影の小道です。Thank you.
先ほど の T シャツもね、あの彼女がちょっと紹介してくれたみたいなのを作ったんですけどっていう状態で言ってくれたんですけども、実はね、私たちの、あの名前がね、西谷南子でしょ、それ西畑南子でしょ、それから佐々木千恵、それから河野信子、そして元谷成美、そして私が西南恵子、ね、あのこんなふうに色紙もね、ちょっと実は前に作ってもらったんですよね。これちょっと近くの遠い方もいるかもしれないけども、アンサンブル A、B に対して、これね、大きい字で書いたのみんな名前が入ってるんですよ。成美でしょ、私が恵子、景色の。が信子、信じる子でしょ、それから直子、まっすぐね、こっちに、それから知恵は千の絵と書くんです。でこれ読みますと、互いに成長し合い、美しい歌声を響かせ、人生の風景を大好きな信じ合える仲間と子供みたいにまっすぐに四季を越え、幾千の絵に描いたような元気で明るい笑顔を生み出し続けていこうね。本当に上手にね、手紙するもしかない、本当に上手に私たちの字を全部入れてくださって、あの その筋の人。ね、あの怖い人じゃないですよ。こういうふうにきちんとね、あのみんなの名前を入れてくれた、とても嬉しい色紙で実は作ってくれてまして、はい、もうこんなふうにね、本当にあの私たち6年経って本当にあのいろいろね、あの難しいこともあったし、あの大変なあの声もあったけども、ね、とてもね、あの充実していたし、本当にこういう声でもあたりもたくさんお客さん来てくださってとても嬉しいし、マスターもママさんもとてもよくしてくださるし。ね、あの新しいメンバーもすごい後ろにはいるし、ね、とても心強く、ね、これからも本当にあの160回目ですけどもね、また200回、300回とね、いけるといいかななんて思ってます。ぜひ聞いてください。はい、ではあの一応アンコールということでね、あの実は2曲いました。160回目ですしね、あの生きるのと楽しいかなと思って、1曲目は、皆さんあのちょっとね、高校生の皆さんが歌うといい歌なんですけどもね、これも歌いながらは自分たちのことのようなあの歌詞でね、とても嬉しい、楽しい、楽しいじゃないわ、とても感動する歌なんですよね、はい、大切なものという歌です。聴いてください。君と数えた夜、あの日
当に本当に最後ですね。はい、もう本当にね、最後の曲はキロロの未来へ。この曲はほらキロロさんが若い頃にね、子供の頃にお母さんとの結びつきとか、そのお母さんに書いてもらった言葉とか、そういうことで書かれた曲なんですよね。だけどこの歌は本当にね、私たちのこともなんか通じてるかなって、ね、足元を見てごらんって、本当にこれからね、あの160回、100ね、260回、300回っていくような感じで、本当にあのいろんなところで、あのこのメンバーで頑張ってやっていこうかなと思ってますし、はい、あのこれからも頑張っていけるね、応援歌のようなね、気持ちで、最後の最後に選びました。はい、では未来へ聞いてください。素晴らしい。
感動しました。ラストさんの方にもちょっと前の方にどうぞ。本当に素敵なコーラスをね、ありがとうございました。ずっと聞かせていただきまして、いい夫婦っていうなら、そのいい夫婦になりたいなと思った方がね、相手に寄り添っていけば必ずそれは叶うんじゃないかななんてちょっと思ってました。はい、本当に今日は素敵な歌声をね、ありがとうございました。ご紹介させていただきます、まずは松田さんご夫婦、タッキー&ユッキーでした。ありがとうございます。そして、サイナ・ケイコさんです。元谷・マリさんです。河野・信子さんです。そして、シナさんです。そして、ジェンガ・ミシンタ・ナミコさんです。本当にありがとうございました。また次回、ぜひお願いいたします。ありがとうございました。